Thank you.
した曲は、ミノフセンという曲で、我々のオリジナルの曲になるんですけども、先日ね、CATV さんに取材いただいて、クラブクラブに春ぐらいに放送されて、もしかしたら聴いていただける方がいたんじゃないかなと思うんですけど、で、2曲目が Take Me Home Country Road、そして、今の曲が Skip Me と、クワタバンクの曲ですね、になります。で、我々のステージもあと1曲だけなんですけども、我々は資料にも書いています通り、パンフレットにも書いてあります通り、社会人のアカペラサークルとして活動しておりますので、ぜひ皆さんも私も、アカペラなんてちょっと歌ってみたいななんて思ったら、ぜひ、連絡先は書いてないですかね、山梨ビートタイムズって検索していただければ、活動の様子が、ブログが、ヒットするので、たくさんあるのでアメーバブログのやつなんですけど、ぜひ検索してみてください。よろしくお願いします。それでは最後の曲に行きましょう。大発揮で La 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 la.
ありがとうございました。山梨ビートタイムズの皆さんでした。いやー、厚みのあるコーラスといい、個性のあるビートといい、かっこよかったですね。かっこよかったです。なんか最初爽やかな曲で、途中がちょっとかっこいい曲になって、で最後綺麗に終わってくれるという、王道スタイル。はい、これザ・アカペラというね。はい、どうもありがとうございました。続いてはソレイユの皆さんです。山梨県アカペラ界パイオニア。